またユーチューバーが逮捕されましたね。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日は週末金曜日ニュース速報のお時間でございますけどもね、つい最近なんですけどね、朝外を歩いてたらスマホを手に持って下のスピーカー部分を耳に当てて歩いてる人が前歩いてたんですよ。なんか絶対聞かないといけない音声でも聞いてんのかなって思って、そんなこと考えてたらめちゃくちゃ気になりだしたんですよ。その先ででかい交差点があったんで、ちょっと隣行ったら音聞こえないかなと思ってちょい近くまで行ったらカフェの BGM みたいなの流してて、なんでこれ聞いてんのと思って、さらに謎が深まったんですよね。これ全然オチがないじゃないですか。嘘つきます。で横行ったらカフェの BGM で結構音大きかったんですよ。だからすいません、音大きくて迷惑ですよって声かけたら、振り返ったその人アウトレイジの時の西田敏行さんで、迷惑もハローワークもあるかいっつってブチ切れられたんですよ。この時間です。さあ今週のオール的ニュースをこの時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。1つ目、やっぱり YouTuber カップルが逮捕。こちら先月25日 YouTuber の男女が男性を同居させた上、顔面などに常習的に熱湯を浴びせるなどとして逮捕されたと報道がありました。こちら逮捕されたのが福岡麗容疑者とその交際相手の金子博明容疑者で、この二人っていうのがガハキュっていうね、登録者16万人ぐらいの結構人気の YouTube チャンネルを運営していたんですよ。警視庁によるとこの3人、もともと金子容疑者が経営してた飲食店で働いてたんですけど、この金子容疑者がお前が真面目に生きられるまで一緒に生活するぞっつって、この3人の同居生活が始まるんですよ。絶対嫌やろこれ。まあ、ただここだけ聞いたらこう構成させましょうみたいな熱い青春ドラマのワンシーンみたいに聞こえるんですけど、ここから被害者男性の地獄の日々が始まったと。ちょっと朝起きるのが遅いとか、アルバイトの給料が目標額に届かなかったら、この2人がフライパンで沸かした熱湯を後頭部とか顔面上半身に浴びせたりとか、熱したフライパンを背中に押し当てるとか、まあ、そういった暴行を繰り返し行ったとされています。もう暴行を超えて拷問です。さらにスマホ、風呂の使用禁止、トイレは外にある公園のトイレを使うように強要。このような生活が約5ヶ月間続いて、耐えられなくなった男性が逃げ出して事件が発覚、逮捕に至ったということなんですけど、当時男性全治1ヶ月ぐらいに火傷してて、まあ、生き地獄だったと話しています。やっぱり YouTuber ってのはヤバいやつしかいないんですかね。金4万取られたこと何年もネタにしたりとか、某配達イーツの文句ずっと言ったりとかね。つかなんでこれこんなことになったんですかね。よく5ヶ月も耐えたなってのもちろんですけど、目的は全然わかんないですよ。何目的だったんですかね。ただの癖だったのかわかんないですけど、恐ろしいわ。次です。2つ目、ニコニコ大変なことになる。こちら6月サイバー攻撃を受け、システム障害が起きている出版大手角川がサイバー攻撃を行ったとするハッカー集団が会社に関わる個人情報などをさらに流出させたと主張しているのを確認したとして、もうどういうことやね。ダウンロードしたり拡散させたりしないよう呼びかける事態まで発展しています。まあ、まだ調査中で完全には認めてないということなんですけど、これやばいっすよね。まあ、僕幸いにもというか一切取引ないんですよ、ね、だからアカウントも何も漏れるもんがないんですけど、先月末に実はサイバー攻撃を行ったとするハッカー集団がネット上の闇サイト、まあ、ダークウェブみたいなとこで事業計画とかユーザーに関わる情報とか合わせて 1.5 テラバイト分のデータを盗み取ったっつってて、身の代金の支払いに応じなければ全てのデータを公開するとみたいな、そういう主張していたんですね。でこれまでサービスを利用している一部のクリエイターとか、あと従業員の個人情報とかの漏洩が確認されていたんですけど、その支払い期限みたいな、それが30日だったみたいで、それが過ぎて2日、ハッカー集団がさらに情報を流出させたとそう言ってるということを確認したんですね。この主張の信憑性は調査中ということで、現代化ではもう分かってると思うんですけど、また改めて謝罪コメントを出したということなんですけど、これデータを押すとね、コンピュータウイルスに感染する恐れもあるということで、ダウンロードとか SNS 等の拡散は絶対しないでくださいという呼びかけがあります。ただもうやめてくれてたら広まっちゃいますよこれね。そういうことするやついますからね。ただまだわからないんですけど、今のところ経理とかで Excel に記載したファイルばっかりで、取引先とか出演料とか一般ユーザーの個人情報とかまだ確認できてないみたいなんですよ。ただまた身代金要求してきそうですけどね、ここまで半分らしいですからね。でこれでトレンドにはニコニコ超開示っつってワード上がってたんですけど、えらいことよこれ。だから万が一もあるので、ニコニコ登録しててアドレスとかパスワードを他のにも使ってる人っていうのは、まあ、全部変えた方がいいと思いますね。次です。3つ目、保育士逮捕で賛否。こちら先月の25日東京都世田谷区の認可保育園で園児の髪を引っ張るなどの暴行を加えた疑いで26歳の保育士の女が逮捕されたと報道がありました。はい、この逮捕された容疑者、今年の5月2回にわたり同じ園に通う男の子の髪の毛を後ろから掴んで体がのけぞるほど引っ張ったり、乱暴に引っ張って立ち上がらせるなどした暴行の疑いが持たれています。この事件が発覚したのは、この男の子の手にごっついあざがあるっていうのを見つけて、男の子が髪の毛引っ張られたと話したことで被害が明らかになって、防犯カメラ確認したらこの保育士の女の犯行が防犯カメラに映っていたと。取り調べに対しイライラしてやったと容疑を認めてるということなんですけど、まあ、イライラして暴行するのは絶対あかんのですけど、ただこの事件がですね報道されたら X では、はっきり言ってやるよ、手取り30万もらえてたらこんな事件は起こっていない、落ち着いて保育ができてたっていうね。この投稿が1万リツイート超えててかなり拡散されてて、これも話題になったんですけど、まあ、これについて SNS を利用してる保育士の間で、確かに給料安いのが原因っていう意見があって、ただいや100万もらっててもやるやつはやってただろうみたいな、そういう議論がヒートアップしてて、いやもしお金が原因ならみんな手出してることになるけど、
けど大丈夫そうか。まあ確かに給料低すぎるっていうのは精神的な不安とか余裕のなさにつながっていくとは思うんですけど、暴力までいくのはダメですからね。ダメっていうのは大前提なんですけど、子供とはいえ後ろから俺ブスしねえとか言って背中ライダーキックとかされたらブチ切れるかもしれないな。前も言ったんですけど、子供は好きなんですけどガキ大嫌いなんですよね。クソガキとかたまにいるじゃないですか。でもやっぱり殴るのはダメですよ。自分よりも弱いですからね。次です、4つ目。動画編集者の逮捕が闇深いと話題に。こちら先月19日、東京都品川区戸越の住宅で母子4人の遺体が見つかった事件で、警視庁は殺人容疑で無職の後藤祐介容疑者を逮捕したと報道がありました。はい、これちょっと SNS とかでね、闇深いなっつって取り上げられてるんですけど、これ何があったかっていうと、今年の5月22日午後5時から23日にかけて品川区の自宅で元妻の女性の胸を包丁で突き刺して失血させた疑い持たれてて、しかもこの女性以外にも小学1年生の長女と保育園児3歳の次女、2歳の長男、計3人も1階の寝室で遺体が発見されています。この殺人事件についても現在容疑がかけられています。この逮捕された容疑者と殺害された元妻、離婚が成立したばかりでただ同居が続いていて、任意の取り調べに対して家から出ていくように執拗に叱責されカッとなって刺したと話してて、一家心中をほのめかすようなことを供述してるんですけど、現在警察がその件について詳しく調べています。この逮捕された男ってのがネットのフリーランスの求人サイトで自称動画配信者として編集やりますよみたいなことで活動していたことも判明して、この男性に確か依頼がね全く来てなかったんですよね。 SNS 見ると怪しげな商材をひたすら褒める投稿もあったりとか、だからこうお金とかがなくて離婚という形になってこういう結末になったのかっていうね、まあ、そういう予想とかされてて闇深いとされてるんですけどね。いや、あんまりにもむごい事件だと思いますね。5つ目、幽体でおなじみ桐谷さんの被害報告が話題に。こちら先月27日、月曜から夜更かしなどでおなじみ桐谷さんが自身の X のアカウントにてアダルトサイトの閲覧中に自分のパソコンがウイルスに感染したという投稿し話題になりました。中学生みたいな。こちら日曜日にアダルトサイトを見ていたらウイルスに感染、ひっきりなしに音がして画面の右下が占領されてネット証券の2ページ目が見られません。26日友人を呼んでウイルスを除去してもらい、お礼に焼肉堺で今月までの優待券を使ってご馳走しました。9471円の食事代を優待券と割引券を使い50円の支払い。まあ、この投稿がですね、桐谷さんエルサイト見るんだと潔すぎると SNS の話題になりました。また後日ですね、23日の昼頃だったかな、アダルトサイト見ていたらウィンウィンみたいな高音の警告音が鳴り始めたんです。またやっちゃったと思ってすぐ電源を切ったんですがって話で、これ実は過去にも10回ぐらい経験があったと。今回はですね、再起動しても広告が消えなかったというんですね。まあこれ未だにウイルスありますからね。だからウイルス風のやつあるんですよね。 Google の設定変えればいけるみたいな。っていうのもですね、あの僕の実写チャンネルの方に出演してるガンジー横須賀さんという方がいるんですけど、この方あのウイルス感染してないのに感染したのを治しますよっていう詐欺に最近あって数万円払ってました。43歳でした。次です、6つ目、思い込みのヤバい女。こちら先月29日、北海道函館市で49歳男性の住む共同住宅に40代の女性が無断で侵入、現行犯逮捕されるという事件がありました。まあこれ男性が自分の家に鍵かけずに出ちゃったんですけど、そこに女が入ってて、これが通報が入って発覚して、男性帰ってきて警察の了解を得て警察と一緒に入ったら女が玄関にいたらしいんですよ。この女性が言うには、結婚してますと、だから部屋に入っといてって言われたんで部屋に入りました、言ってないですよっていう話をしたら、いや年歴で部屋に入るように言われました。でしかもこの二人面識全くなかったんですよ。怖っ。よくよく聞いていくと、一方的にこの女性が男性の結婚相手だと本気で思い込んでいたということです。何があったらそうなのこれ。あの皆さんも自宅の戸締まりしっかりしてください。次です、野球に混ぜてもらった大人ブチ切れ。こちら先月30日宮城県仙台市にある公園にて、野球をしていた小学校の低学年の児童が50代から60代の女に金属バットを投げられ片足に軽い怪我をしたという事件が起きました。これですね、低学年の児童7人が公園で野球してたら大人が混ぜてーっつって入ってきたんです。でやってたんですけど、プレーに失敗があったんですよね。で何やってんだよーみたいになったら、それにブチ切れてバット投げてるんですよ。いやいや、メジャーリーガーデッドボールやんこれ。でそれが一人の児童に当たって怪我を負っちゃったんですね。ただ安心してください、逃走したんですけど後日聞き込み調査で逮捕に至っております。取り調べに対してバットを投げてぶつけたことは間違いないと、まあ、容疑認めてるんですけど、プレーの失敗については多分認めてないですね。まあ、そもそもあの小学生が遊んでるとこに混ぜてくれって言ってくる60代の大人、普通にめっちゃ怖いわ。一発退場ですこれ。次です、ブックオフから本がなくなる。25日、本もねえじゃん、もう本労働もあるかいとおなじみ、古本買取販売事業を展開するブックオフグループホールディングス、複数の店舗で従業員が架空買取や在庫の不適切な計上しているため決算発表を延期すると発表しました。あー、何やってたんですかこれ。これですね、ブックオフの系列店で従業員が商品の買取を偽造したりとか、買い取った商品を私物化するために持ち出したりする、いわゆる横領が横行しちゃってる可能性が高いと正式に発表しました。そういった疑いが持たれている中、北海道札幌市に本社を置いているフランチャイズでハードオフを運営する株式会社エコノス特別調査委員会の調査報告受領書に関するお知らせという文書を公開しました。でこの報告書によると、ハードオフ店舗の内部調査を行ったら3200万円相当の在庫が所在不明になっていたと判明、話を聞こうとしたら店長失踪したということです。やってんねこれ。だからよくバイトでね、ジュース飲んだぐらい大丈夫だよみたいな、まあ、言いま
ますよね。でそこがどんどん行き過ぎて、もうこれ持ってかろうぜみたいな、やりすぎっすね、これ笑えないぐらいのことになってます。ラスト海外です。失敗は成功の元が嘘かもしれない。こちらですね、現在失敗は成功の元っていう言葉が嘘じゃないかという研究結果が話題になってます、まあ、これですね、それめっちゃじゃあやりなよとかなんか言われるよりも、いやそれ危ないからやめた方がいいよって言われてることの方が聞いてやっちゃうみたいな、だから本質的に失敗を重く見る傾向が強いっていうことなんですけど、まあ、そうなると失敗は成功の元っていう言葉と矛盾してないかと。これをアメリカにあるノースウェスタン大学っていうね、まあ、僕の家族全員がここ出てるんですけど、この研究チームがオンラインで募集した1800人以上の参加者対象にある実験を行ったんですよ。内容が例えば司法試験とか教員免許とか専門職の認定試験に落ちた専門家の卵が再試験に合格する確率を予測してもらって、そして高卒認定試験、これ GED って言うんですけど、これで落ちた学生が再試験でまた不合格になる確率を予測したんですよね。だから一回失敗して合格する確率、失敗してまた失敗する確率、これどうなったかっていうと、司法試験の再試験に合格する弁護士志望者の割合、実際には 35% ぐらいしかないんですけど、参加者らは 57.95% と予測してました。だいたい 58% ぐらいですかね。ただ GED 高卒認定試験ですね、これに落ちた学生が不合格になる実際の確率、これ 40% ぐらいだったんですよ。ただ参加者らは 26.61 と予測したんですよ。これ多くの人は失敗した人が再チャレンジで成功をつかむ確率を過大評価してて、失敗を重ねる確率を過小評価することが確かめられたんですよ。多くの人は失敗の後に成功が待ってると期待しています。一般的に人が過去が未来を左右すると考えてるんで、失敗が成功につながるという点で全く逆のことが信じられてるのは意外でしたとコメントしました。はい、なんか悲しい研究結果でもあるんですけど、ただこれってね結構ギャンブルで応用できるんですよね。パチンコとかがさ儲かってるのってこの心理をうまくついてると思うんですよ。ここまで回したから当たるだろうとか、今日は10万も入ってるからなこれだよみたいな、出るやろみたいな。10万入ってる台ってどう考えても20万入るんですよだから成功したら失敗は成功のもとだったって言えるから、まあ、成功するまでやろうでのマインドっていうのが大事なんですよね。やっぱあとやっぱ失敗してんのに同じ方法でずっとやる人いますからね。失敗から学ぶことで成功する確率が上がると、そう考えるのがいいのではないだろうか。成功中。はい、というわけで今週以上です、まあ、もうそろそろ梅雨が明けますよねということで、なんか今年はですねたくさん自然に触れていきたいなと思ってまして、ちょっとおすすめのアウトドアの遊び方あったら教えてください。いやー外がもういい天気ですね。あー良き天気、心安らかなり日本の夏。セミの声今静かにして木の下に宿れるなり、我が心その宿れるなりと同じき安き心にある。行ってきます。お父さんかっこいい。籠池さんね、早く行けって書いてありましたけど、さあそんな今日は7月2週目の花の金曜日でございますね。本格的に暑くなってきましたね。日焼け止め貫通してんじゃないかってぐらい普通に日焼けしてるんですけど、これ何なんですかね、まあ、そんな紫外線の中いかがお過ごしなんだいおまんたちって言うとりますよ。早速この時間です。さあ今週の俺的ニュース、この時間です。今週起きた個人的に気になったニュース一気に紹介していきます。一つ目、小池都知事当選。今月8日過去最多56人が立候補し、学校終わりのスマブラくらい盛り上がった東京都知事選挙なんですが、密です。でおなじみ小池百合子氏が3回目の当選を果たしました。俺はね誰がね、誰が誰に投票しても同じや同じや思うてずっと投票してきたんですね。せやけど変わらへんから、それやったら私が立候補して文字通り命かけて佐藤記者、あなたには分かるでしょうね。はい、とね、全然関係ないですね。小池さん当選しましたけど、今回若者の投票率は爆増してるのかなと思ったんですけど、東京都選挙、僕ももちろん投票に行きまして、東京都選挙管理委員会の情報で東京都知事選挙の投票率とは 60.62%、 平成以降では2番目に高くなったということがありました。ただまだ 40% ぐらいの人は行ってないという状態なんですけど、これに関してネットではかなり盛り上がっていた割にはあんまり投票率上がってないんじゃないか、まあ、そういったコメントが多かった印象です。まあ、僕これもうちょっと投票率は増えてもいいのかなと思ったんですけど、平成以降では2番目ということでね、また次は4年後になるんですかね、また若い頃投票率というのが上がればいいなと思います。まあ、いろんな意見がありますが、今後の小池さんに期待ですということです。次です、2つ目、日本人初のムチ打ち刑。今月3日、シンガポールにて酒に酔った女子大生を自宅に連れ帰り性的暴行を加えたなどとして強姦罪などに問われた日本人の男性被告に対し、シンガポール高裁は禁錮17年6ヶ月と20回のムチ打ち刑を言い渡したという報道がありました。こちらちなみに日本人がムチ打ち刑言い渡されたのは初だ
そうです。むち打ち系がまだある国なんですよね、このシンガポールって。地元テレビ局によると、まあ、元々美容師だった被告が繁華街でお酒に酔っていた20代の女子大生をタクシーで自宅に連れて帰って、この女性自分でも立てないような状況 でエレベーターとか自分の部屋で猥褻行為、性的行為を加えるとその様子を撮影してて、その動画を友人に送るといったのはとんでもないことしてて、被害に遭った学生は事件から5年が経った今も心的外傷をする障害 PTSD で苦しんでるということで、この男に課せられたムチ打ち系なんですけど、この豚野郎ぐらいの感じではなく全裸状態で拘束されて叩かれるんですけど、一撃で肉がえぐれるぐらいの衝撃なんですよ。昔テレビでスーパースローで見るっていうのがあったんですけど、ムチの先から衝撃波が出てるんですよね。だから痛いとかのレベルじゃないんですよ。しかもこのムチ打ち、50歳以下の男性は24回が上限として執行されるんですよ。でこの今回男が誘発された20回、これがどれだけ罪が重いかっていうのを物語ってますよね。だから数日に分けて行われるみたいな話もあります。まあ本当それぐらいのことをしたっていうことです。まあ、ぜひどれぐらい痛かったか教えてほしいですね。それが性犯罪の教訓ならばなと思いますね。次です、3つ目、新紙幣に便乗した詐欺。こちら今月3日、20年ぶりに新紙幣が発行され、その姿が話題になる中、専門家は詐欺グループによる悪徳商法の注意喚起を発表、その手口が注目されております。この手口の内容なんですけど、まあ、詐欺グループ郵便局員を装って、まあ、高齢者に電話かけて、古いお札は使えなくなります、古い紙幣を自宅で保管しておくと犯罪になるんでこちらで預かりますとね、もうこういった姑息な詐欺電話で騙したり、最近の新しい詐欺電話の内容では、金融機関の職員を名乗る男から急に電話あって、7月から新紙幣に変わります、交換のため自宅までお金を取りに行くんで預けてください、国で新札の発行枚数を決める調査してます、自宅に現金を保管していれば一旦預けてください、そういった詐欺電話の内容です。実際この詐欺被害に遭ったのが80代から90代の男女4人で、その被害額が計1500万円とえげつない額になってます。この被害発覚も男らに現金を渡したが帰ってきてないということで発覚して、警視庁はもちろんですけど、現在の紙幣はそのまま使用できます、交換するというのはありえないと、新紙幣発行の時に起きる詐欺行為に注意喚起をしているという状況です。ちなみに20年前にですね、現在使われている紙幣に変わった時もですね、偽札被害が横行して、まあ、一時パニックになったっていう記事があるんですけど、今回の新紙幣なんと世界初の 3D ホログラム使われています。これっていうのは、まあ、偽造防止技術っていうのが世界から見ても特に高くて、今回偽札が横行する可能性は非常に低いとされております。ただ、まあ、油断はできませんよね。もし皆さんの周りでこのような詐欺行為ありましたらね、すぐに通報してください。ただ新紙幣発行の前にね、新500円玉を自動販売機で使えるようにしてほしいですね。次です、片思い小学生教師。こちら今月2日、元教え子の女子高校生の自宅に侵入したとして、警視庁は東京都の小学校教諭の男を住居侵入の疑いで逮捕したと報道しました。タイトルだけはロマンティックだったんですけどね、そんな話じゃなかったですね。こちら警察によると、容疑者5月27日の朝、制服を盗むために合鍵を作ってて、しかも以前勤務してた小学校で教えていた女子高校生の家に入ったんですよ。ただその時自宅にいた高校生の父親と鉢合わせて逃げてます。父親が110番通報して、警察は今月2日に男を逮捕したということなんですけど、こやつ6年前、2019年、女子高校生が小学5年生の時の担任だったんですね。当時生活指導部の主任を務めていて、学校からも信頼あったんですけど、学校行事で自宅の鍵を預かるという機会があったと。その際に小学校から徒歩5分のところにある鍵屋で合鍵を作ってるんですよ。供述では急に、あ、この子高校生になったんだとふと思って5年越しに侵入してるんですよ。なんだこいつですよね。で男性教諭というのがその後すぐ釈放されたんですよね。まあ、鍵をつけて学校に投稿させて大丈夫ですかとか、やっぱ SNS では絶対に釈放するの早くないかとか、他の児童の合鍵も作ってんじゃないかとか、取り調べではまあ5年越しっていうふうに供述するんですけど、まあ1回だけ侵入したかどうかも怪しいですよね。まあ今後ね、このようなことが起こらないことを願います。次です、5つ目、炎上してると言われるけど全然炎上してなかった芸能事件。こちら今月の4日、大正製薬さんが販売する栄養ドリンクリポビタン D の電車内広告にて掲載された文章が X で物議を醸し話題になりました。この広告に載ってる文章、何かと言いますと、女性タレントのバージョンには仕事、育児、家事、3人自分が欲しくないですか、男性タレントのバージョンには時代が変わると疲れも変わりますからね、こういうのが書かれた内容なんですけど、これに対し女性だけに仕事、育児、家事を押し付けてるように感じる、女性だけ3人自分がいないと回らないような生き方させられるのか、鬼すぎないかと、まあ、こういった批判の声が上がりました。また共働きが主流の今の時代に合ってない、昭和かなと思ったら現代か、これこういった時代に合ってないっていう声が上がって炎上したかに見えたんですけど、実際メディアが報じるまでちらほらそう言われてるだけで、逆に批判的な声に反論するコメントの方が多くて、別にそんな燃え上がる前に沈下してたんですけど、メディアが一部の批判的な声をまた報道して、多くの人がこの広告に批判的だみたいな、何もないところに油注いで火までつけて炎上するように誘導したって感じらしいんですよね。まあ、現在メディアにも矛先が向いて、いやお前らがいちいちことを荒立ててんだよっていう声が集まってるんですけど、これなんか最近こういうの多いですよね。なんか時代に合ってないって言わせたかった説ないですか。だからそういう物議醸しそうなのを出す、それで話題性作るみたいなところもね、なんか最近出てきてる気がするんですよね。
これはどうかわかんないですけどね。もう本当ただでさえ外暑いんで、もう炎上とかやめてください。6つ目、夏のレジャーで事故が多発しております。こちら7日、石川県白山市の海岸で、海に入り泳いでいた30代の男性が行方不明になりました。こちら消防によると、7日午後6時過ぎ、家族で海岸に訪れていた女性から、夫が海に入った後行方がわからなくなっていると通報があり、警察や消防が男性が遊泳中に溺れて、海に流された可能性があると見て捜索したんですが、まだ見つかっておりません。他にも7日、福岡県古賀市の海岸で、倒れている70代の男性が発見されて、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。こちら、海岸で波打ち際に男性が倒れていると通報があって、その後意識のない状態で病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。まあこちら、海での事故多発してるんですけど、特にね、今紹介した2つが、海開き前の海岸とか、遊泳禁止の場所の事故なんですよね。だから泳いじゃダメって言われてるとこにはね、やっぱこういう事故が起こりやすいとか理由があるんで、命に関わることなんで、ほんと気をつけてください。で、もちろん危険なのは海だけじゃないですね。熱中症での死亡事故起きてます。こちらも7日、午後5時過ぎですね、愛媛県西予市野村町の畑で、人が倒れてると、近くの住民から消防に通報がありました。その後倒れていた63歳の男性、意識がない状態で病院に搬送され、およそ2時間半後に死亡が確認されました。他にも香川県小豆島、こちらの畑で85歳の男性が倒れているのが見つかって病院に搬送されましたが、その後死亡確認されています。はい、まあどちらも畑仕事の最中に意識を失って亡くなってしまってるわけなんですけど、今取り上げた死亡事故っていうのが全て7日に起きてるんですよ。っていうのも、まあ、7日この日は全国的に気温がかなり高い猛暑日でした。気象庁によると、この日静岡県では全国初の40度、全国の240を超える地点で35度以上が確認されました。一番気温が高かった静岡県では熱中症の疑いで35人が搬送されたという報道がありました。まあ、なんかやっぱ感覚的にはまだ7月に入ったばっかで暑くなってきたかなっていう感じなんですけど、実際はね、ほんと真夏レベルの気温なんで気をつけてください。こまめな水分補給というのはね、心がけてください。これでもね、まだ暑くなり始めっていうのがね、恐ろしいんでね、ここから特に注意です。次です、7つ目、赤ちゃん行きの呆れた犯行時。こちら今月の3日、東京都練馬区内にあるアパートのゴミ箱に生後間もない男の子を遺棄したとして、警視庁捜査一課はその母親で職業不定の北川ノア容疑者22歳を殺人未遂の疑いで逮捕しました。こちら容疑者、6月20日の早朝、出産直後でへその緒がついた裸の赤ちゃんをタオルを敷いたビニール袋に入れ、ゴミ箱へ行き蓋をして立ち去ったと見られています。この赤ちゃんが発見されたのは約12時間後、発見後すぐに病院に搬送され、命に別状ありませんでした。この暑さの中で発見が遅れていれば亡くなっていた可能性があるためですね、殺人の容疑で逮捕されたんですね。ただ殺人未遂というかね、今回たまたま一命を取り留めただけで、亡くなる確率の方がね、正直高かったと思いますね。その後の取材で私生活がちょっと明らかになったんですけど、北川容疑者、男の子遺棄した隣のマンションに住んでいたんですけど、男性1人女性3人の計4人で、7畳の部屋とキッチンっていうね、4人で住むには狭いであろう空間で生活をしていて、全員がなんか共通の趣味があって、男性が声をかけて始まったそう でさらに容疑者、この共同生活をしてた部屋の浴槽で赤ちゃんを産んでるんですよ。よく見ずに捨てたんで赤ちゃんの生物は知りませんと、さらに産んだことがバレたくなかったので捨てましたと犯行動機を明らかにしました。一緒に住んでいた男性っていうのが遺棄された赤ちゃんの父親であることは否定していて、まあ、今詳しい経緯を調べてるんですけど、これひどいですね。命を何と思ってるんだって話ですよね。こういう事件ね、たびたび目にするんですけどね、感覚というかなんか緩いというか、そんな印象すごく受けます。次です8つ目、鶴野たけしさんのえぐい請求額。こちら僕も見たんですけどね、6日、タレントの鶴野たけしさんが X でとんでもない額の駐車料金が表示された写真をアップしました。その本文がですね、家族でちょっとご飯食べただけなんだよな、コインパーキングと思われる駐車場の料金なんですけど、こちら517,400円。ただこれ結局ね、お店の駐車割引券の発行ミスで無事出れましたってことで、お店の手違いだったっていうことなんですけど、ただこれあえてやってるんじゃないかっていう話があって、特定店舗専用のコインパーキングで、そこでご飯食べたりしたら駐車券が絶対渡されると、ただそれ以外の人が止めると法外な価格に設定してるんじゃないかっていうやつですね。頭いいですよね。もうほんと違法駐車みたいなろくでもないことするやつら徹底的にやっていいと思うんですね。最後です、海外。おもちゃの剣を持って逮捕。2日、イングランド中部に位置するヌニートンというところで、おもちゃのちっちゃい剣を所持してた男が逮捕されました。こちら6月8日、ヌニートンに住む男が任天堂のゲームゼルダの伝説、これに登場するマスターソードを公共の場で持ってたんですよ。おもちゃですよ。ただ逮捕されたんですよ。これだし、男性は手持ちぶたさだったから購入しただけと主張するんですけど、警察は鋭く尖ったものであるため凶器として使用される可能性が、それを自分に対し使用するのではないかという恐怖を他人に与える可能性もあるっつって、その後の裁判で懲役4ヶ月、日本円で約3万円の支払い命じられました。重たいなこれ。なんでこんな重たくなったのかっていう推測なんですけど、勇者じゃないのに持ったからなんじゃないかみたいなコメントがありましたね。それで懲役4ヶ月は長いな。皆さんも危険なものを持ち歩かないようにしましょうという感じでした。ということで今週以上でございます。ちょっとね、今週まだ言えないですけど、来週ちょっといろいろと発表があるかなということですね。あと、まあ今週の個人的なニュースに関しては、カンフーハッスルを5回見ましたね。5週目っていうか、はい。だからあれはもうジブリと同じぐらい地上波で流してほしいんですよね。ぜひ皆さんの好きなカンフー映画あれば教えてください。
赤いよ。昨日信じられないことが起きました。やっぱりどうも僕をあの世に早く送り出そうとする闇の力というのはまだ働いているようです。心して聞いてください。リフトオフ。今日は今週の俺的ニュース速報の時間なんですけど、ちょ信じられんこと起きたんでね、早速何があったかお話ししようと思うんですけど、ちなみにもう解決はしたんですけど、さすがにねはーって声出たね。人ってあんな腹からとっさに玉木浩二出るんやみたいな。でもこの動画が上がってる時にアップロードされてるかちょっと分かんないんですけど、とある動画の冒頭の小話で車ぶつけられたっていう話をしたんですよ。商店街で信号待ちしてたら、左折してきたハイエースが僕らが乗ってた車のミラーにガツンと当たって、そのまま行こうとしたんですよ。ちょっと待たんかいっつって、レイジオブダスト脳内再生で走って追いかけたっていうね。ほんならネパール人が降りてきてもうヘラヘラしてましたよ。でほらこうぶつかってるやろここっつってミラー見せたら、こうすれば治るよってはっきり日本語で言いやがって、あの野郎。いやちょっとお前それはないんじゃないって言い返したら、私お前って言われるのがこの世で一番嫌いって、それはちょっとわかるけど我慢しますねみたいな、まあ、そういうことがあったんですよ。で警察呼んで事故処理してみたいな。でその後仕事の合間に修理の見積もりをしに行ったわけですよ。そしたら修理できなかったんですよ。その理由、車検証がない。はまだ浅いはですね。ただやばいっすよ、車の中でタイヤの次ぐらいにつけとかないといけない書類でしてね。このまま運転したら50万円くらい罰金刑でして、前科つく可能性もあるんですよ。もちろんちゃんと自分の車ですよ。でもなくて、なんか車種もアルファードっていうのがあって、店内が不穏な容疑者みたいな空気なのよ。ただまあなんとか携帯に写真あって、それでまあまああなたのですかみたいな感じの空気になりまして、でもちろん修理できなくて、スタジオ、自宅、事務所、車全部ひっくり返して探したんですよ。アルファードもひっくり返しましたよ。星一徹探しですよ。でもどこにもなくて、山崎正義やみたいな。でも事故処理あったよなと、その時絶対警察見てるよねと、だからあの時までは絶対会ったことになるぞってなって、いやまさかね警察が持って帰るとかさすがにないやろと。で一応管轄の警察に電話したんですよ。まあただやっぱりさすがにそれはないですけどねみたいな言い方。しかもその言い方も、いやーそれはちょっとね、車検証は取りやしませんよみたいな。ちょ何言ってんすかあなたたちみたいなテンションなんですよ。いやまあそうですよねっつって、だから書類を返してもらった時とかにするって落としたりしたんかなってなって、でも時間夜中になってて、でこれ明日朝起きて再発行やみたいなこと言ってたんです。ただふとなんか当時のこと思い返したんですよ、事故起きた時の。でその事故処理に来た警察官がちょっと変なことを言った時があったんですよ。帰り際車乗っててさあ行こうかってなった時に、急に窓をコンコンってしてきて、はいって開けたら、あ免許証って返しましたっけっつって、あはい返しましたよっつったら、それちょっとあるか確認だけいいっすかっつって、で免許証出して見せて、あはい大丈夫すいませんはいどうぞみたいな。だからちょっとあの人ってポカするタイプちゃん、おおおっちょこぽりしちゃんおおみたいな、その説濃いめと思って、いやまさかねえと思いましたよ。その日も夜中だったんで、次の日事故をしたネパール人の人と電話交換してたんで、電話してうちらの車検証ないですかって聞いたら、あるおい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 ある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 アルファードあるある、そこにあったらまずいのよ、いろいろ書いてあるし、何やってんだわおい、これうちらの車検証間違えて向こうの車に返してんの。どこがアルファードやねあの車。すぐ警察電話して、車運転できないんですけど、この件で110番通報しちゃおうかなみたいな。そしたらすいません、もうすぐに取り入って持っていきますっつって、で取り入ったら持ってきてくれて、その日の夕方に無事車検証は返還されたわけなんですけど、そんなミスあります？ただまあちょっとこっちも信用しすぎたっていうか、うちらもちょっと悪いですよ。っていうのもああいう車系の書類ってまとめてファイリングされたやつ、それをそのまま全部渡す人多いと思うんですよ。でそのファイリング渡したまんま帰ってくるから、まあその中に入ってるだろうってそのまま確認しなかったんですよ。だから皆さんこれ車庫で習いましたね。そうかもしれない運転です。ネパール人がハイエースでミラーをぶちのめしてくるかもしれない、警察が車検証を相手の車に入れるかもしれない、修理に行ったらバンパーに謎の飛び石してて15万の見積もりが上がってくるかもしれない、はぁ、ここで深い声出ました。どの傷これみたいな、全部変えないといけませんって言われました。ふざけんじゃねえよ本当に。今日修理行くんで分かんないですけど、後輪のタイヤパンクしてます。はぁ、ご清聴ありがとうございました。改めましてタックでございます。大変でした、ほんとめんどくさい。まあそんな今日は7月19日金曜日の週末ニュース速報なんですが、この時間です。さあ今週の俺的ニュース速報の時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。1つ目、ドナルド・トランプ狙撃。こちら今月13日、アメリカペンシルベニア州で大統領選を間近に控えるドナルド・トランプ氏が自らの選挙集会で演説を行っていたところ、ステージに向けて複数回の銃撃があり、この銃撃でトランプ氏が右耳に怪我をするというとんでもない事件が発生しました。はい、この銃撃を
受けた直後のトランプ氏の写真とかの映像がかなり話題になってるんですけど、トランプ氏狙撃された右耳は血まみれだったんですけど、護衛を受けながらステージを降りる間ですね、拳を掲げて聴衆に無事をアピール。その後すぐにシークレットサービスに囲まれ、会場から無事に退避。後日ですね、トランプは元気だと公表されました。その後もですね、広報担当者が元気である姿の動画を SNS に投稿したんですけど、ただこの銃撃の裏で集会に参加していた1名が死亡、2人が重傷を負うという事態にまで発展しました。でこの銃撃を行った男、会場の外にある建物の屋上から発砲してて、その後 SP によるすぐさま射殺。アメリカの主要メディアによると、銃撃を行った男についてはこの集会を行っていた州に住む20歳の男性であったことが発表されました。まあ、事件を受けてですね、アメリカではこの暗殺未遂事件についてかなり衝撃が広がっております。大統領選にどう影響が出るのかというところも注目されているということです。2年前にもね、日本で同様の事件が起きたのが印象的ですよね。でまたね、陰謀論めいた噂もかなり出回ってるんですけど、とりあえず犯人がすぐ特定されてよかったなと思いますね。ただまあ市民の命は奪われてしまったんですけど、背景もこれから分かってくることだと思います。次です、2つ目、電車で非モテおじさんに絡まれたモデル。こちら今月11日 X にて、国内外でモデルとして活動している鈴木武蔵マーリンさんという方が X にて、電車にて中年男性からひたすら絡まれる様子を捉えた映像を、生きてるだけなのに笑という文章とともに投稿。この動画がちょっと悲しすぎると話題になりました。まあこれ僕ももちろん見たんですけど、動画の中で中年男性がまあこのモデルの方に対して、なあ背高くて足長くてイケメン、なあ女にはモテモテ、どうなの女にモテモテな、お前のなこれからの人生言ってやれよな、モテモテの男は幸せになれねえのつって、なんか褒めてんのかけなしてんのかようわからん言葉を見せて、その後小池都知事を批判して去っていったってことなんですけど、やばいやばい。この投稿に対してね、おじさんの境遇を想像すると泣ける、自己肯定感めっちゃ上げてくれそう、褒められてて草っていう意見がありました。次です、3つ目、町議会でスマホゲーム。こちら今月17日、宮城県大河原町のベテラン男性町議が、先月6月に行われていた定例会の本会議中に自分の席でスマートフォンゲームをプレイしていたことが判明し、注意されたと報道がありました。これはですね、定例会をですね、地元の小学生たちが授業の一環で傍聴しに来てたんですけど、その感想文の中にゲームをしていたっていっぱい書いてあったそうなんですよ。情けなさすぎるだろこれ。で報道によるとですね、ゲームは指で図柄をなぞって得点を競う人気ゲームって書いてあったんですけど、ツムツムか、お前もツムラーか。いやそこまでツムツムしちゃったらもうツムツムに専念した方がいいと思うんですけどね、まあ、とりあえずハート送ってください。4つ目、子供の列に突っ込んだ老婆。今月9日、千葉県市原市の横断歩道を歩いていた保育園児の列に74歳の女性が運転する軽自動車が突っ込み、園児6人らが病院に搬送されるという事故が発生しました。こちら事故の発生原因はですね、この女性が運転する車、交差点を右折しようとした時、歩行するエンジンに直前まで気づかずにブレーキを踏むも間に合わず、エンジンの列と接触したということなんですけど、この事故で2歳と3歳の園児4人と引率の保育園の職員2人が病院に搬送されて、このうち3歳の男の子の1人が頭の骨を折る重傷って、中には歯が欠けてる園児もいたということなんですけど、いずれも命に別状はないということです。よくはないけどよかったですよね。この軽乗用車を運転していた市内に住む田中清子容疑者74歳を過失運転傷害の疑いでその場で現行逮捕したということなんですが、やっぱりねこういうことがね起きた後だと遅いんでね、運転できてるかどうか周り見えてるかどうかっていうのはね、周りの方も含め早めに判断してください。次です、5つ目、スカピ炎上。14日、スシーとおなじみスカイピースの動画編集などを行う9人のうち6人が卒業した件について、原因が残業代未払いであったことが発覚、炎上、その後謝罪を行うといった騒動がありました。こちら12日 X でご報告と言いまして、スタッフ名前並べて6人が卒業しますみたいな感じで、急に6人いなくなるってちょっと不穏なんですけど、結果ですね、サブチャンネルでその原因を話したんですけど、これにですね、その8ヶ月前に卒業した元メンバーがなんか反応して、それが、まあ、本来あの動画っていうのが弁護士を通して退職した方々に確認を行うという約束だったが、その約束を破棄して投稿された、まとめられませんでしたとか言ってるけど意見が違うと、まあ、今回の問題は残業代の未払いが発覚して、向こうが素直にその支払いに応じなかったことから起きたと、そういったトラブルであることを報告しました。で結果ですね、また14日に謝罪動画投稿しまして、自分たちに未熟な部分がありながらも会社経営を行っていたことが原因ですと、改めて謝罪を行ったということなんですけど、ネットではまとめられなかったというか、俗に言うブラック企業だよねというコメントが多かったですね。まあ、この撮影とか動画の編集とか大型企画とかの準備とかで時間かかって残業になったりするっていうのはね、制作の現場ではよくあるんですけど、自分と一緒に頑張ってくれてるスタッフとか周りは絶対大事にしないといけないと僕は思いますね。そんなスカイピースのおすすめプランがあります。それが固定残業手当。なんと弊社は実質6時間勤務、そして週に一度あるかないかの残業でマックス固定残業手当なのである。潰れそう。
っぱね一番最初違ったんですよ。こういう仕事って撮影長引いたりとか編集のトラブルでイレギュラーっていうのがよく起こるじゃないですか。そういうイレギュラーとか対応するためには余裕っていうのを常に持たせておくってことが大事だと思います。焦らずに急ぐ、それは余裕があっての実現です。行ってきます。お父さんかっこいい。次です。6つ目、日大で奨学金10年猫パパ。12日、日本大学は学内の重量挙げ部の幹部が授業料など免除されている一部の新入部員などから10年間にわたって不正に現金を徴収していたことを明らかにしました。はい、これ何かというとですね、まあ、入学金とか授業料を免除される奨学金制度の対象である新入部員とか入部予定者の保護者に対して免除は2年目からとかね、嘘の請求書を送って部の口座に不正に現金を振り込ませていたってことで、めちゃくちゃ卑怯、普通に詐欺の手口です。しかも10年にわたって不正に集めてて自分で使ってたんですよ。感覚としてはちょっとお小遣い稼ぎにみたいな感じかもしれないですけど、普通にやってることめちゃくちゃやばいからね、これ。最後海外です。7つ目、中国で蛇を密輸しようとして逮捕。こちら10日、中国の税関にて生きた蛇100匹を密輸しようとした男が逮捕されました。さすがに無理ありますね、これ。この男、香港から国境都市の中国深圳に向かっていたところ、関税職員止められて検査されたんですけど、この持ち込もうとした方法がですね、当時男が着用していたズボンの中に6つのキャンパスバッグを紐で固定して、その中に蛇を入れてテープで口塞いでいたということで、これ中国の税関が現場で押収した透明のビニールパックに入った蛇を公開してるんですけど、絶対無理、100%、いや2万%バレるわ、これ量がえぐいんですよね。これをねズボンの中に入れてて、下半身だけとりあえずめちゃくちゃでかいんですよ。しかも生きてる蛇やから動くんですよ。バレるやろと思ってたらバレたってことでした。はい、というわけで今週以上でございます。お疲れ様でした。いや今週も疲れましたね皆さんね。ただまあ土曜日仕事という方もいると思いますけどね、睡眠が一番大事ですんでね、自分の体っていうのはいたわってあげてくださいね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしております。こんなことやってますけど、コラボの時とか最近スタジオによくお邪魔させていただいてるんでね、嫌いになってもできるだけはしないでください。本当に困りますんで。さあそんな今日は7月26日金曜日、最後の週末でございますね、7月の。とりあえず皆さん1週間お疲れ様でした。てそんなこと言うてる中、いかがお過ごしなんだいおまんたちって言うておりますよ。このお時間です。さあ今週の俺的ニュース速報の時間です。今週起きた個人的に気になるニュースについて紹介していきます。1つ目、ちょんまげ小僧ウームのせいで炎上か。こちらは今月20日素晴らしい事務所でおなじみ、ウーム所属のでおなじみ、去年爆発的なバズりを見せた6人組中学生 YouTuber のちょんまげ小僧さんが過去ドッキリ未成年飲酒で捕まりましたっていうタイトルのタイミングも悪すぎる動画を YouTube に投稿し、この話題になっております。この動画ですね、その数日前に X で未成年飲酒で捕まりましたみたいなツイートをしてね、告知したんですけど、結構その時から香ばしい感じにはなってたんですよね。タイミングがですね、後から紹介するんですけど、宮田選手の喫煙と飲酒が発覚したっていう会見があって、まあネット上でこの動画はそれを意識してのタイトルなのかとか、釣りタイトルにしたらちょっと不謹慎だろみたいな、多分たまたま小僧なんですけど、その動画は予定通り20日にアップされたんですけど、まあ、公開直後ですね、最初は普通にタイトルがなんか未成年飲酒で捕まりましただったんですけど、結構コメント欄バーってこう荒れ始めて、さすがにまずいと思ったのか、動画のタイトルにはカッコドッキリという文字が追加されたんですよ。ただまあ今コメントの一番上がドッキリは後付けですというコメントで、まあ、パンパンやでこれ。でまあその動画の内容っていうのがね、まあ、メンバーの一人が仕掛け人で、引きジュースみたいなのをやって飲み終わったら子供が酒盛りしてるという110番通報を受けた警察官役が登場して、メンバーの3人が連行されるみたいな、普通のガードマンのぶち壊しドッキリと比べると気にならないくらいマイルドなんですけど、時期もあってドーンって炎上して、でこの動画の最後に、まあ、エンドクレジットがついてたんですけど、そのクレジットに監修ウーム株式会社って、ね、こう文字がドーン並んだんですけど、この監修を行ったウームがその動画を今の時期にアップロードするのは不適切じゃないかと、こっちの方が今話題になってますね。タイトルまでは考えてくれなかったんかみたいな、まあ、ほんと中学生でね、今いろんな誹謗中傷来てると思うんですけどね、まあ、あんまそれで傷つかないようにした方がいいですね、ネットってそういうとこですから。ただほんとタイミングとかタイトルとかなんか炎上しそうだなって制作の人は思わなかったのかなとちょっと思ったんですけど、まあなんかようわからんすけど頑張れ。次です。2つ目、未成年飲酒判明した体操選手がオリンピックを辞退。こちら今月19日、東京都内にて日本体操協会が会見を開き、パリオリンピック体操女子で代表を務める予定だった宮田翔子選手が代表行動規範に違反したとして代表を辞退したと発表。現在 SNS 等で波紋が広がっております。この宮田選手2005年生まれ、現在18歳なんですけどね、9月誕生日になったとしても19歳ということで、なんと喫煙に加え都内にあるトレーニングセンターでお酒を飲んでいたということも発覚。今月の15日にですね、内部の関係者から通報があったとね。で疑惑が浮上して帰国したタイミングで聞き取り調査を実施したら辞退を申し出る結論に至ったということなんですけど、まあこれだけ日本協会の西村慎二専務理事がですね出られまして、通報があったので正直に話してくれっていう中で説明があったと。これがね、内部の関係者からの通報ということで外部の誰かではないと伝えて、ただまあ通報された方の立場も保護しないといけない、これ以上差し控えたいと発表したということなんですけど、まあ通報ね、もうお酒飲んでますよってなったんでしょうね。現在いろんな意見があってね、飲酒と喫煙
点だけで事態にまで追い込まれるのはちょっとかわいそうじゃないかとか、若い選手の可能性がたった一度の過ちで途絶えてるのはあんまりじゃないかってね、そういった意見も結構目立つんですけど、やっぱ反対にバレたりしたらオリンピック出られないかもしれない、そういったことは想像できたんじゃないかっていうね、そういった意見もあるんですけど、僕は確かにそれはあるなと思いますね。やっぱ学校とかでもね、バレたら退学とかなりますしね、やっぱその場でもう二度としないって誓いなさいでこう収められなかったんかなとも思うんですけど、ただまあそれはそれでね、後々発覚した時に隠蔽したとかなる可能性もあるんですよね。うん、自己解決はしゃあない。次です、3つ目、手越くん気の毒。こちら28日埼玉スーパーアリーナで行われるスーパーライジン3のメインカード、朝倉未来選手と平本蓮選手の試合前に予定されていた手越優也さんの国家独唱を取りやめることを発表し、これ手越くんさすがにかわいそうだと話題になりました。朝倉選手の方が X には、俺はライジンフィザン級のベルト取りに行くから、あのベルトいらない、盛り上げるために気を利かせてくれた運営には感謝します、試合前の国家斉唱とかなしにしてください、リングに上がったらすぐ戦いですっつってこう投稿して、また平本選手もですね、国家斉唱手越だけはやめてください、国家斉唱いらない、ケラモフ戦の深田エイミバリに絶対いらないっす、それなら朝倉ミクルの君がいればを聞きたいです、対応よろしくお願いしますと投稿したんですけど、現在消えてます。君がいればを聞きたい、こうマニアックですけど、で本人でまでやめてくれって連絡したみたいな、自分でね後悔してて、結局ライジン側はこの事態を重く受け止めたっつって、あくまで試合や選手が主役、僕は少しでもそれを盛り上げられればという思いで引き受けた、しかしそれが望まれていないのであれば今回の国家独唱は辞退させてほしいと本人から申し出があって国家独唱取りやめを決定したということなんですけど、なんかこれちょっとかわいそうに僕は感じるんですよね。仕事として受けたらこの仕打ちですよ、何にも悪くないですよ。でもやっぱりこれ手越くんがかわいそうってならずによく言ったみたいな、あれいらないみたいな感じになってる人もいるみたいで、中には手越くんに出るなみたいな感じで送ってるやつもいるみたいで、なんかこれはね人それぞれ考え方あると思うんですけど、僕はこんなことになるって本当気の毒だよなと、そう感じられる大人でよかったなって思いましたね。次です、4つ目、コードネーム G3S 逮捕。こちら今月17日、北海道にて空き巣専門の高齢窃盗団が逮捕されたんですが、コードネームが G3S と書いて G さんズという渋すぎる名前で話題になりました。このコードネームがちょっと無駄にセンスあると、これ何したかというとね、まあまあなことやってて、今年の5月ですね、北海道江別市内の空き家に侵入、現金約200円、あとウイスキー3本を盗んだ疑い持たれてます。さらに6月、札幌東区の空き家に侵入、ネックレス、指輪、腕時計など合計24点、時価合計約100万円相当盗んだとする容疑が持たれてます。ただこっからですね、4日後、家を管理する女性が部屋を荒らされてることに気づいて通報、防犯カメラ等からですね3人が浮上して7月の17日逮捕されました。今回捕まった高齢窃盗団 G さんズ、これメンバー3人でして、実行犯役は88歳の男性、運転手役70歳、盗品の保管役っていうのが69歳の男性、実写キャッツアイですよ、まあ、ジジイやけど。警察の調べでは、まあ、過去に服役していた刑務所の中で知り合ったみたいですね。だから一緒知り合って、よし出たら空き巣しようみたいなドラマとか漫画みたいな展開ですけどね、まあ、普通に犯罪なんで逮捕なんですけどね、まあ、皆さんもお家のセキュリティはしっかりしてください、 G さんズが来るぞ。次です、5つ、いじめ告発に最低の言葉。こちら今月19日、宮城県上町の小学校に通っていた男子児童が上級生からのいじめで不登校になったなどとして、男子児童の母親らがいじめ防止対策推進法に基づく重大事態として認定、第三者委員会による事実関係の調査を行うよう県と町の各教育委員会に要望したということが話題になっております。これ何があったかというとね、いじめが行われていたのは2022年なんですけど、この男の子ですね、小学2年生で、その時にも上級生が体当たりしてきたりとか、首からかけてた水筒を引っ張られて首を捻挫したりとか、弁当箱めちゃくちゃしてやるとか、お前の母親を殺してやるとか、そう脅されたこともあったと言います。ひどいよね、捻挫するほど引っ張るとかやばいでしょ。小学校低学年の時にこんなこと言われたら怖くてたまんないっすよね。まあ他にも殴られたりとか棒で叩かれたりしたこともあって、で今日男の子が10月から不登校になって、これを母親に相談したら、学校側がね、あんまり騒ぐとお母さんの名が町中に知れ渡りますよ。でこの男の結局転校を余儀なくされることになったんですよ。クソ学校ですね、なんちゅうこと言うてんの俺。まあこの県庁で記者会見をね、お母さんがされてたんですけど、なぜいじめを受けなければならなかったのか知りたい、二度とこのようなことがないようにしてほしいと強調、町教育教育総務課の遠藤課長という方が、早急内容精査、今後の対応を決めたいと、県庁医の義務教育課の本田志郎課長という方、長距離とも協力しながらできる限りのことを行っていくと話したということなんですけど、まあ、これはやってることもひどすぎるし、その後の学校の対策とか最悪です。次です、6つ目、偽覆面パトカーが捕まる。こちら19日、自家用車を覆面パトカー仕様に改造するなどした男が道路運送車両法違反の容疑で再逮捕されました。器用やな、俺自分でやったんか、俺違うか。こちら警察の発表ではですね、去年6月に自動車部品販売店で大阪府警の警察官を装って自家用車に赤色灯の取り付けを依頼して不正改造した疑い持たれてて、でしかもこれ改造しただけじゃなくて、緊急自動車の証明である緊急自動車指定書の一通を偽造した疑いがあります。で男は今年5月以降ですね、警察手帳の偽造、
使用したっていうことで逮捕起訴されてて、逮捕は今回で4回目です。もう警察慣れて、まあもうこの件で慣れないんですけどね。まあ、ただ最近白バイ隊員のね、似せた格好してる人も話題になってますよね。あれ見るたび思うんですけど、マジの白バイ隊員はどう思ってるんやろね。えまあでもなんか喋ってて今車と警察って聞くとすっごい頭痛くなるんですけどね。なんでなのかなかったかな。あ、しゃべりましょう。次です。7つ目、川口マンション大爆発。こちら18日の夜8時半頃ですね、埼玉県川口市のマンションの一室が爆発。部屋の中にいた中国籍の40代男が全身に火傷を負い、住人や通行人5人らが軽い怪我を負うという事故が起きました。病院に搬送された男を大暴れして、県警に公務執行妨害容疑で倒されたんですけど、これ何があったのかというと、爆発について、実はこの男がですね、自殺しようと思ってガス栓を開けたんですよね。ただ死にきれず、我に返って窓を開けてタバコ吸おうと思って火つけたら爆発したと。何してんのこれ。まあ、なんかね、辛いことがあったのか分かんないですけどね。まあ幸いに死者は出なかったんですけど、今回の爆発で現場マンションに住む148人が一時避難しました。この川口市ってところでね、クルド人によるトラブルとかで結構話題になったりするんですけど、多国籍の方がね、多く住んでる地域で、やっぱこういうことが起こると地元に住む日本人にとっては少し不安になりますよね。まあ、映像を見たけどガス栓開けてたってだけあって、ジョーカーばりの爆発でしたからね。最後、これは海外ですかね。8つ目、我が町福岡、変な大人が多すぎると話題に。こちらざっと紹介するんですけど、まず今月17日の夕方4時頃、北九州市の歩道で母親と昆虫を捕まえていた男の子が見知らぬ外国人女性から腕掴まれて、虫を捕まえるな、虐待だと言われる事案が発生しましたね。で、防犯命令で注意も出たんですけど、昆虫採取も虐待とかいろいろ時代なんですかこれ。他にも19日夕方5時頃ですね、また北九州市小倉北区なんですけど、通行中の小学生男児が知らない男から、お菓子あげるからおいでーって言われて断ったんですけど、自宅マンションぐらいまで付きまとわれるという事案発生しました。怖。さらに18日午後2時頃、大川市畑穂の路上で16歳の女性が見知らぬ男から、車に乗りなさい、送ってあげるよ、いやそういう声かけをされたとして、防犯メールで警戒を呼びかける事態にまで発展しました。この男50代、白髪混じりの短髪、赤色のチェックシャツ、メガネを着用しています。白色の軽自動車です。気をつけてください。他にも16日午前11時頃、田川市の路上で小学生女児が見知らぬ男から、首から水筒をかけたら危ないぞーって声をかけられる事案が発生したっつって、これ防犯メール出たんですけど、これはね、優しさの可能性あるぞ。っていうのも、実際に水筒を首から下げた子供が横転して内臓損傷したとか、水筒の紐が遊具に引っかかって怪我をするという事例あったんですよ。だから何とも言えないですよこれ。だからまあ、どっちにしても不審者と首から下げる水筒にはちょっと気をつけてくださいねということです。はい、というわけで今週以上でした。あたした、まあ、そろそろちょっと夏も本格的になってきたということで、毎年これ夏の怖い話生配信やろうかなと思ってます。またちょっと日程が決まったら告知します。でね、皆さん、梅雨が明けて外ね、猛暑続いてます。僕だけか分かんないですけど、35度の時って今35度あるなって分かりません？33度ぐらいだったらなんかちょっと分かんないですけど、35度の時って、あ、今日多分35度だなって温度見て、ほらね、これ多くないですか。これなんでしょう、35度現象って名前つけましょう。だからその何が言いたいかというと、熱中症だけではね、気をつけてくださいということでした。とりあえず今週お疲れ様でした。まだ明日仕事って方いると思うんですけど、頑張ってください。今日は以上です。また来週のこの時間でお会いしましょう。おやすみなさい。